皆さん、おはようございます。ソフトバンク株式会社 AI 戦略室の鈴木翔太と申します。本日もですね、鈴木翔太によるゆるい最先端テクノロジー解説、始めていきたいと思います。こんなタイトルで普段から動画を投稿しておりますので、もう本日は絶対にこれを話さないといけないなっていうものを持ってきております。それがですね、新たに登場した OpenAI の動画生成 AI であるソラです。はい。S-O-R-A と書いて、ソラと呼びます。このソラですね、OpenAI が情報を出してから、めちゃめちゃ注目度が高くてですね、まあ、各種 SNS であったり、あとニュースでもいろいろ取り上げられております。まだですね、このソラが作った動画を見られたことがない方はですね、ぜひ OpenAI ソラって検索していただいて、公式サイトのこう情報が載ってるところからですね、OpenAI のソラが作った動画をご覧いただければと思います。めちゃめちゃ驚くと思います。はい。で、このソラですね、大きく2つ、こう、ぐんと性能が上がったねって言われてるところがありまして、まず1つ目が動画の尺。長さです。これまでですね、Gen 2とか、まあ、他の動画生成 AI サービスとかもあったんですけど、だいたい5から10秒ぐらいの動画の尺が、まあ、生成できる限界でした。まあ、それだとですね、なかなかこう、使える用途が限られてしまったりですね、こう、皆さんが思うような動画をこう作りきることがなかなかできなかったんですけど、この1分まで伸びたっていうところで、まあ、簡単なショートムービーぐらいであれば、もうこのソラが作った動画をほぼそのまま使えることができるっていうのが一つ目の改善点、グッと改善されたポイントかと思います。二つ目はですね、もうなんといってもその繊細さといいますか、細かなディティールまできちんと表現できているっていうことですね。こちらは動画生成 AI なので、ありとあらゆる動画を学習してあげて、でそれをもとに、よくあるパターンの動画を作っております。なのでだいたいこういうものってこういうふうに表されるよね、こういう人ってこういうふうに表されるよねっていうような詳細なタッチまできちんと細かい解像度で描かれているっていうところが2つ目のぐんと改善したポイントというふうに言われております。実際にですね、今私も手元で渋谷っぽいこう街をですね、サングラスをかけた、あとレザーのジャケットを、羽織ったですね、女性が歩いてるっていう動画を見てるんですけど、めちゃめちゃ綺麗です。はい。他にもですね、雪山のアマンモスがですね、どん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 ってこっちに向かって歩いてくる、それでこう雪の埃みたいなのがわーって舞ってくるみたいな、そういうのもありますし、あと宇宙飛行士の方がこう実際にですね、その未開拓の惑星をこうガッガッガッと歩いていく、でそこに宇宙をこう飛行するよう、ちょっと見たことない形なんですけど、宇宙を飛行するような、乗り物が乗っているみたいな、そんな動画も用意されてあります。結構ですね、いろんな動画載っておりますので、ぜひこちらご覧いただければと思います。はい。でですね、この空、私がパッと見た時めっちゃクオリティ高いなって思ったんですけど、ちょっといくつかですね、注意すべき点があるかなって思いました。でその中でも特に気をつけていただきたい点が、いわゆる物理法則の無視ですね。こう物理法則にのっとっていない動画がいくつか出てきます。で、まあその1分ある動画の中で本当に 2,3 秒がこういくつかあるくらいなので、こう大きな見る人によっては大きな違和感は感じないと思うんですけど、こう見る人が見るとまだ分かってしまうなみたいな感じの動画が出てきます。例えば一番最初のこう渋谷の街並みを歩いてる動画だと、雨が降った後にこう水たまりがこういくつかあるわけですね。でそこを人が歩いても水しぶきが飛ばないとか、本当細かなことなんですけどね。あと雪山をマンモスが歩いてって、その埃が舞うところは良いんですけど、足跡が残っていないとか、意外ときちんと
見ていくと、もうちょっと、もう一個、クオリティを上げてほしいなっていうところが、残っているっていうのが現状かなと思います。まあ、ただこれもですね、チャット GPT でいう、いわゆるハルシネーションみたいな形で、本来は世の中で起こり得ないけど、まあ、きちんとそこを人が対処すれば許容できるよねってラインかと思うので、そこは人と AI のこう付き合い方の問題で解決できるところなのかなと思っております。で、この物理法則を無視しがちっていうところで、これからどこに需要が来そうかっていうところで、個人的には2つ大きくあるかなと思います。技術的なところと人的なところで同じします。技術的なところでいくと、デジタルツイン。これはもう今後間違いなく来ます。もうこれで確信しました。で、なんでかっていうと、デジタルツインっていうのが、現実世界をこうセンサーデータでデジタル空間にマッピングしてあげて、そのデジタル空間の中でシミュレーションを行うっていうようなものになってます。で、現実空間をそのままマッピングするので、その人とか物の配置であったり、その動作であったり、いわゆる物理的な法則もきちんとトレースしてあげます。それでシミュレーションがようやくできるようになると。すると、ここのデジタルツインの空間上で学んだシミュレーションを、この動画生成に盛り込むことによって、きちんと物理法則にも習った動画を作ることができるんじゃないかっていうふうに僕の中で仮説が立ってますし、多分これは当たってると思います。なので、デジタルツインっていうのは間違いなく一つ技術的なところで来ると思ってます。二つ目が動画の編集です。これはデジタル空間が、デジタルツインができるまでの間のちょっと間つなぐ役目を果たしてるんですけど、人が頑張ってこのオープンの空が作った動画生成、もしくは他の、もっとクオリティの高い動画生成 AI が作った動画の中で、これはちょっと違和感があるよねっていうところだけ一部動画を編集して変えてあげます。チャット GPT がハルシネーションを起こした時に、その、ハルシネーションの中で実際に事実と異なるところを人が事実に直してあげるみたいな作業を動画でも行うことができるのかなと思うので、動画編集の、ニーズはむしろ僕は増えるんじゃないかなってのを仮説として持ってますし、これも結構角度高いんじゃないかなと思っております。はい。なので、この空っていうところをもちろん今後も注目していっていただきたいですし、他の動画生成 AI にも注目していきたいですし、デジタルツインとか、動画編集の需要とか、そうした周辺のところにも注目をしていっていただきたい。もう何が言いたいかというと、本当に目が離せないのが今のこの生成 AI のトレンド時代かなと思っております。はい。皆さんもですね、ぜひ、まだ動画見てない方は、OpenAI の空って調べていただいて、公式サイトから動画を見ていただければと思います。いろんな気づきがあると思います。はい。では、本日の動画は以上としたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。